李秀弘像中央府中央府中央府李秀弘寺、樹薄李秀弘は太平天国の指導者の一人、厚生省青桐州府富士県出身の八家人。重廷に李予剣、養子に李広四八がいる。太平天国軍が富士県を通過した際に放棄に参加した。皆、豊か八年に、高修禅が五軍首相を再建した際に五軍首相となり、皆、豊か九年に、 中央に封ぜられた。皆、豊か10年に、第二次江南大英攻略を成功させ、チャンスー湘南部を攻略、蘇州に、中央府を建てた。同年、蘇州には、配家の忍ぶ王丹将校を駐屯させ、自分は、真の武将祖国藩ら将軍が包囲する、安ンの救援作戦に赴き、精神して、武漢三鎮を攻撃したが失敗に終わり、 安慶の方位を解くことに失敗してしまった。皆、豊か11年、甲州を陥落させ、石膏省を次々を支中に収めていった。同治元年に、上海を攻撃、理工省率いる Y 軍と外国軍の抵抗にあって、激戦となったが、新軍が天慶を包囲したため、救援に赴くため撤退を余儀なくされた。同治2年には、天慶の方位を解くために、 高州前から長江を渡って暗記賞を攻撃するよう命令されたが、食料を不足のために失敗し、港南に尻いた。この戦いで太平天国軍は大きな損失を出した。蘇州が陥落した後は情勢が悪化し、李秀では高州前に天慶を放棄するように進言したが拒否され、代わりに天慶の守りについた。 同治三年初めから天慶は将軍に包囲され、天慶攻防戦の末に7月に陥落すると幼、天皇、光隆式服を守って脱出したが、祖国戦率いる新軍に捕らえられ、取り調べを受けた後に処刑された。五万字灯される処刑前の教術は、李秀でし術として後世に伝えられ、多くの写本が作成された。1962年には、 祖国藩から見て総尊にあたる祖薬能が、直に伝わっていた、李秀重の肉筆原稿をもとに3万3千字の李秀重字事術を、中華民国で刊行し、その原稿を台北市の国立呼吸博物院に寄贈している。部下の一人に、オーガスタスリンドレイがおり、著書で、肖像画が掲載されている。ありがとうございます。